はいどうも、たかしでございます。本日はね、ゆるゆると工場夜景を撮りに来てみました。今日はね、 EOS R5 そして RF2470mmF2.8 で撮っていこうと思ってます。あとね、手持ち三脚は使わないで手軽に散歩に来て工場夜景撮っちゃおうっていうね感じです。もう完全にね、多分カメラスペック任せみたいなところがあって、トリミングを、まあ、基本的にね、工場夜景って遠いんで、望遠必須なんですけど、今回は 70mm がマックスなんで、おそらく結構トリミングしないとダメなんじゃないかなというところでね、まあ正直どうなるかっていうところもあるんですけれども、まあね、せっかく来たので、今日はね、養老川河口というところにあります工場をね、まあ、歩道から撮っていけたらいいのかなと思っております。ではね、撮影していきたいと思います。はい、ということでね、撮ってみたんですけれども、なんかどうかなできるだけね、シャッタースピードを遅くして、で、手持ちで ISO を極限まで下げて撮るということでやってみております。まあ、ちょっとここ場所はね、なかなか難しい場所なんですけれども、このね、バリアングルとかを使って結構うまく撮れるんじゃないかと思います。はい、では次行きます。はい、次はね、あんな感じで見えるかな、炎がほーっと、あれなんか有毒な物質を燃やすことによって無毒化するっていうものみたいです。聞いたところによると、違ったらコメントで教えてください。で、あれをね、撮ろうかと思うんですけど、シャッタースピードね、ゆっくり撮ると炎の形ってわかんないと思うんで、まあガチガチにトリミングする前提でシャッタースピードを少し上げつつも撮っていきたいかなと思います。では、撮っていきます。はい、ちょっとで撮ってみたんですが、少しね、遠かったかな。うん、シャッタースピードを結構上げてみて、なんかそこまで上げすぎる必要もないなと思って、ISOをね、今度下げてみて、明るさをちょっと暗めで撮ったらね、炎がくっきりと浮かび上がりました。あ、でもね、綺麗に撮れてないんで、これはちょっとね、望遠レンズを持って再挑戦をしたいと思います。じゃあ次行きましょう。いやね、なんかあそこのさっき撮ったの右側からね、煙が出てて、なんかハウルの動く白っぽくてかっこいいで、これを撮りましょう。またできるだけね、ISO を下げて撮れればいいと思うんですけれども、今 ISO 2500 ぐらいかな。シャッタースピード15分の1で撮ってみたいと思います。いきます。こんな感じでございます。なんかね、ちょっと FF7 っぽいですよね。まあ、航路の絵みたいな感じ。なんか本当、工場って撮ってて面白いですね。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次はね、ここのところ。なんか入り口みたいなんですけれども、このところめちゃめちゃね、映えがいいというか、スカーンと抜けてるんで、障害物なく撮れるんじゃないかと思います。
あとね、あの望遠をあまり使わなくても撮れるみたいなんで、今 70mm の、フルサイズのクロップなしでいい感じで撮れそうなんで、ここで撮っていきたいと思います。もうちょっと先行くと違う顔が見えそうな気がするね。じゃあもうちょっと移動してみましょう。はい、ちょっとね先に行ってみたんですけれども、今度ねこんな感じでね、そしたらこうグーッとしながらね、すごい光を出してる感じになってるんで、ここでねちょっとあえて ISO を高めに設定して撮っていきたいと思います。ISO を高めに設定すると暗いものとかもしっかりと描写してくれるようになると思うんで、それでね撮っていきたいと思います。ちょっとね割れちゃうと思うんですけれども、まあ、光源が入ってると意外とね ISO って気にならなくなったりとかもするので、まあ、どのぐらいまでねこの EOS R5 がいい感じなのかっていうのを見ていただければなと思います。じゃあ行きます。はい、というわけでね、こんな感じでいかがでしょう。結構ね、いい感じなんじゃないでしょう。黒とね、白っていう感じで、まあ、この黒の方もしっかりと ISO を上げているね、描写をしてくれております。で、このね、煙がなんかね、もわもわもわってして、これもかっこよかったりしてね、最高なんじゃないでしょうか。あっち側もね、ちょっといいんで、ちょっと撮りに行きましょう。次はね、なんかこんな感じで正面もなんかかっこよかったね、撮りたいと思いますけど、どこまで入っちゃいけない敷地なのかわかんないんで、この辺からね、撮っていきたいと思います。はい、こんな感じでございます。でこういう撮影ってね、本当に撮らせてもらうっていうことなんで、できるだけね、あの迷惑とか見たりとか敷地に入らないっていうことをちょっと心がけながらやっていけるといいんじゃないかなと思います。幸いこの辺ね、すごく人いないんで、まあ、他の人にあまり迷惑かけるってことはないと思うんですけど、やっぱり、ね、敷地に入ったりとかはまずいと思うので、できるだけ人目を気にしながらやっていきましょうね。はい、じゃあ次行きます。はい、というわけで最後はね、ここ煙突が何本も立っているんですけれども、これもね多分黒光りしてる感じじゃないです、 すごいかっこいいんじゃないかと思うんですよね。で、今回もまたね ISO をちょっと高めに設定をして撮っていければ、多分全部しっかりと映るんじゃないかなと思います。シャッタースピードはできるだけ頑張って10分の1を目指して撮りたいと思います。では行きます。はい、ということでね、最後は ISO 1万ぐらいまで上げてみたんですけれども、画質的にはこんな感じということでね、いかがでしょうかね。結構ね EOS R5 の ISO の処理の内容というのかな、機能っていうのはうまくできてると思いますので、まあ、これにねしっかりと頼ってこんな工場夜景撮影をしても面白いのかなということを感じました。はい、というわけでね、これからねあのサブチャンネルの釣りの方をやっていきたいと思いますので、皆さんよかったら、ね、ぜひサブチャンネルの方も見ていただけると嬉しいかなと思っております。サブチャンネルはねまったりと釣りをやっていくっていう感じで、今養老が河口に来ているので、まあ、そこで釣りをやって帰りたいと思っております。本日のゆるフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録グッドボタンをいただけると幸いでございます。では皆様良いカメラライフを。